音が鳴っている間、姿勢を低くし、頭を守り、動かないでください。はい、しっかりつかんで。深谷に大きな家があるかもしれません。両手の後ろに並んで避難の準備をしなさい。避難しなさい。転ばないように気をつけてください。また、大きな地震みたいなことがあっても落ち着いて行動して、家族や友達などを守りたいと思いました。お母さんたちに今回避難訓練で教わったことをうちでもできるように教えてあげたいです。ただ我々のいたところの近くは建物の跡がありましたのでね、瓦が落ちてきたときどうするんだっていう心配が若干ありました。こういうことをやるというのが初めてなわけですから、すごくみんな勉強になりましたね。平成27年度日立市地震津波防災訓練閉会式を執り行います。小学生の皆様はこういった自主防災の方々の、運営を見て、背中を見ていただきまして、小学生の皆様もこういったふうに取り組めるように頑張っていただけたらなと思っております。自主防災の方々がこうやって毎年毎年訓練を行ってくださっておりまして、これがまさに普段の備えになるというふうに思っているわけでございます。子どもたち十分避難訓練、自分の命を自分で守るという観点からしてもですね、しっかりできたかなというふうに思います。こういう機会にお集まりいただいて、皆さんで顔見知りになれば非常にですね、いざという時にお互いに助け合うですね、動機にもなるんじゃないかと。